フォルカルキエは、フランス、アルプドイコールオートイコールプロバンス県のコミューン。フォルカルキエは、リュール山地とリュベロン山地の間にあり、シストロンのおよそ南3 0トル、デュランス川の西1 0トルにある、中世、プロバンスの首都であった。町は、険しい塩水系の丘の丘の丘陵部分にでき、頂上には、かつてあった、中世のシタデルの代わりに、八角形のノートルダムド、 プロバンス教会が建っている。シタデルは1601年に破壊された。丘陵に広がる街を見下ろす教会は1875年に建てられた。夏季の間毎週日曜日に聞くことのできる組章を持っている。街の最古の部分はルネサンス様式の噴水を持つサンミシェル広場周辺、そして幅の狭い通りである。そこにある多くの戸口は世紀から世紀に、 遡る古いものである。現在の街の商業そして社会的な中心はブルゲ広場でありサンミシェル広場の下にある。12世紀建設のフォルカルキエ純正堂はブルゲ広場をまたがって立つ首狼を持つ。コルドリエ修道院はフランシスコ会によって13世紀に建てられた。この修道院はフランス革命まで聖職者たちが暮らしていた。ポールド・コルドリエは 町の城壁の残物すべてである。フォルカル系では、毎週月曜日の朝に市場が開かれる。市場は、ブルゲ広場と近接する通りを埋める。注目すべきは、戦士時代、ガロロマン時代の工芸品、ガラス細工マーヌ、アプト、ムスティエサントマリーでできた陶器を展示する、自治体博物館である。フルヌスカルカリウスとは、ローマ時代に用いられた石灰の窯から生じた。 ラテン語名である。長南部の谷には今もローマ時代の橋が立っている。プロヴァンス方言では町の名を宝古記という。11世紀終わり、プロヴァンス博の一族がフォルカルキエ博となり、12世紀の間独立した博領を保った。この時代、フォルカルキエの町はデュランス川に沿ってマノスク、シストロン、 ギャップ、アンブリュンラの町を含むオートプロヴァンスの首都であった。フォルカルキエは独自の通貨を鋳造し、教会は純正道の地位にあった。フォルカルキエ博は、プロヴァンス博に挑戦するほどの力を得ていった。敵対関係は1195年に終わりを告げた。フォルカルキエ女博カルスンドが、プロヴァンス博アルフォンス2世と結婚したためだった。二人の間に生まれた。 レーモン・ベランジ4世が、二つの白猟を継承した。レーモンの4人の娘たちは、全員が王妃となった。長女・マルグリットは、フランス王・ルイ9世西王の日、次女・エレアノールは、イングランド王・ヘンリー3世の日、三女・サンシーは神聖ローマ皇帝に選出された、コーンウォール伯、リチャードの日、四女・ベアトリスは、シチリア・王カルロ1世の日となった。14世紀、 カルロ三世が女王序盤な一世を暗殺してナポリ王位に着いた後プロバンス博、フォルカル系博位をめぐって争いが起きた。ありがとうございます。